ありがとう。じゃあ、ありがとう。じゃあ、ありがとう。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 しおいちゃんがーい、かわいい。仕事もしやすそう。テカテカしてるんです。パウダー塗られてます。はい、じゃん。490バーツなんで、今日本のレートが1円 2.2 バーツぐらい下がって、もうすごいの。前来た時は 3.7 バーツとかだったんですよ。1円 3.7とかだったんですけど、1円3点とかだったのが今 2.2 まで来てるから、もう倍じゃないですか。で10円が10円が20バーツ、10円が20、22バーツぐらい、まあ、20として1000円で200倍、2500円ぐらいです。もっと安かったのにね。まあでもタイも今ねすごい、インフレ、バブル期なので、着々と結婚式の準備が進んであります。寝てた途中マジで。すっごい久しぶりにここら辺歩いています。私はここをずっと自転車で通ってたので、ど田舎なのでね、日本人はめちゃ暑いと思うんですよ。閉めてるんだ今も。閉めてるわ多分。でもここ夜もやってた記憶があるけどな。あれこれ夜もやってなかったっけ。やばい、久々すぎる。ここら辺がちょっと久々すぎて、タイに最初に来た時、4月の6日とか7日にタイに来たんですよね。6日にバンコクで1泊か2泊でちょっとしたレクリエーションとか、なんだろう、研修みたいなものを終えて、で当時ねまだねウドンターニに空港なかったと思うんですよ。なかったと思う。それが高かったか、電車で8時間ぐらいかけて来ましたね。でその日の夜もお家で、今のお家じゃないですよ、前のお家でパーティーして、そっからですよ。なんかいろんなとこ連れてかれたんだけども、一番でかかったのがタイが4月13日がお正月とかだったので、ここでねパレードというか踊ったんですわ。もう映像が当時のが残ってない、写真で踊ってるのも分かんないけど、でもパレード思い出した。なんか車の荷台みたいな、なんだろう、おみこしの上みたいな感じのところに乗って、ミス織姫ぐらいの勢いでみんなに手振ってて、でその後こう1週間とか、まあ5日もしないかなぐらいで、こう頑張って覚えたタイダンスを披露するっていう、なんかハードワークでした。1週間目、これで帰るのかなって思うぐらいだった。あれ多分セパタクローですね。あのネットの低さはタクローだと思う。セパタクローだと思う。体育の授業でセパタクローやったんで。あ、懐かしい。そうです、懐かしいんじゃが。ここなんかもっとなんか違う。あ、でもここね、あれ来る、たまに移動遊園地みたいなの来る。超絶速い。
いや、超絶速いメリーゴーランドとか超絶速い観覧車とかでもあとここね、映画上映とかあとサーカスもやってた気がする。ここなんかこんな綺麗だったかな、整備されてる気がするな、この店舗。今神社のことをタイ語でなんて言うか忘れました。あのお寺にお参りするときに買うお花とかが買えます。うん、右行ったら高校の隣が小学校、うんだね。あっでここでね一回交通事故を起こしたの。歩いてたね小学生の子ね急に止まってね後ろから自転車で行った時にドンってやっちゃってね、もう泣きながら先生呼びに行った、女の子引いたって。転んだわけでも全然なくって単にドンってなったんだけどびっくりして泣いちゃってて、どうしたいか分かんなくて先生呼びに行った。これねカウニャオの手ですね。あ、ひよ、これカウニャオの手です。一回なんかお土産でもらったけど何使ったらいいか分かんなくて困った気がする。種類豊富すぎる。え、レーズの種類豊富。え、レーズの種類が豊富だよ。セブンセレクト。違う。とりあえずお茶。お茶お茶。冷凍食品とかも気になるよね。お茶なんですけど。ノンシュガーって買わないと。リプトンのメロン謎。あ、こっちもこのレモンハニーティーにしました。絶対甘いから、絶対甘い。コンビニでこのお菓子が十分なお土産じゃない。そうだよね、私ももうコンビニで買ったお菓子はお土産だって思う。よし、お茶を買いましたので、あとはどこ行こうか。とりあえずこういうのレポートします。まあ、見るからにレモンティーで、そう信じてるよ私は。タイに来ると一人ごとも全部タイ語になるよ。ハニーレモン、アイスグリーン、アイスグリーンティー、アイスグリーンティーのハニーレモンです。いただきます。Sure.